は成城石って書いてるものたちが並べてありますけれども、気になるもの試食してもらって、結構もうあるよ、はい、この私の近いところから気になってるの。ちょっとなんかいろんなのあるんだけど、シールが貼ってあって、保存料、合成着色料、合成甘味料不使用だって、あと化学調味料不使用だって。え、すごくない？じゃあちょっといただこうかしら。うん、これだけ保存料とか使ってないのもすごいね。おいしい、めっちゃヘルシーでいいじゃん。え、すごいね、成城石こんなのあんの。シューマイとか、シューマイが結構人気で。本当に、はい、一回じゃあ温めますね。あ、温めてくれるの、はい、ありがとうございます、うん、ね、これは特別栽培の梅干し。あ、すごい、和歌山県で作ってるけど除草剤とか化学肥料を使ってない。甘いのかな、しょっぱいのかな。いただきます。もうしょっぱいのとかキューンってきてるもん。なんない、せーの。あ、結構甘い系のしょっぱいね、うん、何が人気なの、成城石井で。ポテトチップスとかは結構。どれ、これ、はい、無添加のポテトチップスってどういうこと。調味料のアミノ酸とかが入ってない。ほんとだ、調味料アミノ酸無添加。ちょっとなんかぬるい味とかするんじゃないの、うん、美味しい。米油使ってるし、ジャガイモも遺伝子組み換えではない。オホーツクの塩 100% だって。ねえ、美味しいこれ。のり塩も食べてみていい。のり、やばい、久しぶりに食べたけどちょっと、いや、どうしよう、止まんない、誰か取り上げて止まんない。そしてシューマイを、こうもりもりのシューマイが来たよ、ほら。いや、これは人気だわ。すごくジューシー、柔らかいし。保存料、着色料、甘味料、化学調味料不使用。そうだよね、お家でさ、プラス一品でこれ出てきたら子供たちね、喜んで食べるよね。え、あとなんかおすすめのは何があるの。プルーンが。プルーン、これ結構話題みたいで。あんま食べたことないんだけど、プルーン。ミキプルーンしか知らないんだけど甘いの。いただきます。おいしい。これでも結構甘いけどさ、いろいろ入ってない、大丈夫。お砂糖とかも使ってないってことだから、天然の甘さってことでしょう。これすごいね、こんなに甘いの。おいしい。じゃあちょっとお菓子周り行ってみる。もう絶対おいしいのが分かってるのはこれ、厚焼きせんべい、塩分 30% カット。いただきます。うん、期待を裏切らない。なんかむしろこれくらいの塩梅のが私好きかもしれない。夜食べたくなる時あるじゃん、ネットフリックス見ながらさ、しょっぱい系食べたいけど次の日じゃ顔むくんじゃう、どうしようみたいなのを迷わずに手に取れるのがこれかもしれない。実家に帰る時になんかこう業務用塩土産とかじゃなくて、なんかこれ買ってってすごい喜んでる。え、まさにこれ、このも塩せんべい。そう、かりんとう、これか。そう、これ。これを親に買っていくとすごく喜んでくる。何この黒丸と白丸の差って何ですか。それさ、持っていくんだけど食べたことないんだよ食べよ食べよ。蜂蜜は一緒でしょ。あ、黒糖を使ってるらしい、こっちは。可愛いですね、形が丸い。え、まず私は普通のこの蜂蜜だけのやついただきます。危ない、何個でもいけちゃうこれちょっと軽いので、普段のこの細長いかりんとうより私はなんか噛みやすい、あんまり硬くない。こっちは黒糖も使用してる方。うん、危ないやつだよね。ちょっとカロリー見とこう。 100g あたり 469kcal、 これ 160g 入ってるから800カロリー。やばい、危ない。うちの親にカロリーめちゃくちゃ。いや、止まんない。でもお客さん来た時とかめちゃめちゃちょうどいいですね。見た目も可愛いし。こっちは蜂蜜も美味しいね。うん、私こっ
っち好きかも、うん、軽さが。これ何？梅ジュレ。梅ジュレと清見。そしてさ、きび糖使ってるの、すごい。きび糖の方があれですか？体に、あと血糖値が急激に上がらないから、体への負担が少ないです。これ冷えてないの今？冷えてなくても美味しい。冷えてたらもっと美味しい。ね、すごいね。こんなクオリティ高いの作ってんの。すごいよ、美味しい。この梅の方も気になるんだよな、私。梅ちょっと大人の味なんじゃないの？この後に食べるものではなかったってだけで。こっちが梅になれば梅も美味しい。なんか凍らしても美味しそうです。あー、確かに夏だし、シャリシャリしてね。夏いいかもね。ちょっとね、アイスだけ冷やすのにも使える。あとは一番プリンもデザートコーナーで結構人気で、うん、あるんだ、スイーツコーナー。北海道恵比寿かぼちゃのパンプキンプリンだって。いただきます。パンプキン好きだから楽しみ。おいしい。結構濃いめのパンプキンでスイートポテト食べてる感覚。繊維が感じられる。カロリーいくつ？またしちゃった。おいしい。あるねー。うん、おいしい。全然おいしい。怖い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 。やばい、おいしい。近くにあるんだっけ、成城石って。結構割と近くにいろんな食べれるの。おいしすぎる。ちょっと私から一番遠いところに置いてほしい。やだね。やばい、ちょっと食べると怖い。全部好きになっていっちゃう。こんなおいしいんだね。恐るべし、成城石さん。安心だもんだって、こんだけさ、ね、添加物使ってなかったり、着色料とかさ、保存料使ってないだろう。で、自分で作るにもね、結構大変よ、ここまで徹底してやるのって。そしたらじゃあ、今まで食べた中で、この中で、うまい、美味しかったの、本当に。次は、食べた中で言うと、おこの蜂蜜の方、軽くて、あとまあ美味しかったんだけど、やっぱカロリーのことを思うと、こっちの低いカロリーの方でも十分満足できたから、こっちかな。もう一個、これ選べない。どっちも好き。これもこれも同率。こうですね。今日は成城石井の無添加のシリーズを持ってきていただいて試してみましたけれども、なんかやっぱりね、ダメね、ちゃんと調べないとさ、わかんないこといっぱいあるね。こうやってなんか保存料いっぱい使ってるはずっていう固定概念にとらわれすぎちゃって、ここまで企業努力されてることを知らなかったから。私、皆さんもぜひこれを機に成城石井遊びに行ってみてくださいね。ありがとう、バイバイ。